じだよ、助かれるかな、やだ、ジョジョ。今々しい光だ。光ある世界で生きてきた貴様に、私のこの世界の苦しみがわかるものか。救済の邪魔はさせる、邪魔はさせるぞ。あ、これやるの忘れてた。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと怖いんだけど、落ちる。全ての救済を成し遂げよう。何？待って、これは前方攻撃じゃない？これが前方攻撃。オッケー、感じのやつね。あ、ごめん、遊ばせー。ありがとう、みんな夜中にありがとう。本当に助かるよね。大丈夫だよね、大丈夫だよね。何？ああ、びっくりした。我が魔剣ももう抗えるのはここまでか。アジュダヤは？アジュダヤは？ありがとう、みんな。だから返事はもちろん、イエスだ。エンゲージしてやんよ。決まってるわよね、この私でものプロポーズ。喜んで受けるわ。全世界が恋をした。マージンを選んでくれたのですね。嬉しいです。ドキドキです。ありがとうございます。かわいいね、すごいかわいいね、すごいかわいいね、すごいかわいいね。あなたがいればきっと本当の夢を忘れることはありません。だから一生懸命頑張ります。幸せになりましょうね。ふつつか者ですが、どうぞよろしくお願いします。どういうこれは、どういうゲームなの、どうなってるの。誰かセーフスカー呼んできて。どういうこと、なんで、かわいい。吹き板。鳥は私かい。改まって返事をするってのはなんだかこっぱずかしいね。ポいい度胸だよ、この私にプロポーズなんてさ。返事ははいだ。分かったらこれからも私についてきな。最高すぎる。この先どんな時でもあんたのことは私が着こなしてやるよ。この菱山姉さんが全力の走りで輝かせてやるからね。おまいちゃん、わー、ご着ともプロポーズ大成功ね。よかった、私の勝負服たちの思いが届いて。すごかった、もう一回見たいです。
ナランフレグ頑張れみんな、本場版入場始まりました。いや本当とりあえずみんな無事に走ってくれればもういいです今日それで。ちょっと誰か未来を教えてほしいんですけど、私全然今日はネタバレ OK です。なんか誰が勝っても泣きそうな気がするんだけど大丈夫かな。大丈夫ですか。大丈夫。安田記念東京芝1600第73回、もうみんな無事走ってほしい。本当に始まるよねえ。となんか普通にみんな無事に走るだけでなんかもういいんだけど、はあ、あ入った。ソングライン、ソングライン入る、始まる。気をつけて、気をつけて、気をつけて、本当に気をつけて、気をつけて、気をつけて、気をつけて。始まりました。気をつけて。頑張れ、気をつけて気をつけて、みんな頑張れ、みんな頑張れ、みんな頑張れ、気をつけて気をつけて気をつけて、ああ気をつけて、ああ気をつけて、ちょっと嬉しいんだけど。集中力はもうだいぶなくなってるけど、集中力がなくなったからやめるものじゃない、大丈夫。集中力はなくなってからが勝負だから大丈夫。集中力がなくなってからいかにできるかなんですね。うん、
ウマ娘のジャージもそう。あのね、私ね、あのこのジャージエピソード最近来た人ね、多分知らないと思うんですけど、あのですね、実はね、ジャージのエピソードがあるんですよ。私、あのウマ娘のあの赤いジャージだから赤いジャージが欲しいんじゃないんですよね。実は私、あのこちらのキャラで最初活動してたんですよ、途中から。懐かしいあの無料のアプリがありまして、使えるじゃあの無料のアプリがあって、こちらで最初あの YouTube 活動をしていたんですね。ねえ、あのでその時にあのアプリなんですよ、これリアリティっていうアプリで、あのジャージとかなんて衣装をガチャで購入することができるアプリを使ってたんですよ。でこの赤いジャージがこう販売されたの、ガチャで。でどうしてもその赤いジャージが着たくて、もうどうしても欲しい、どうしても欲しいってなったけど、課金だったんだよね。でもこのジャージが欲しいからっていうことで、あの2万円課金したんですけど、手に入りませんでした2万円使ったんだけど、青いジャージとね、白いジャージしか手に入らなくて、なので青いジャージでしばらくあの活動してたんですよ。そう、腕ポキーンって折れるやつ、ね、腕じゃなかった、首がねポキーンって折れる。昔の配信遡ったら、多分どこかでこちらで活動してる配信に出会うと思うんですけど、でこの2万円のジャージ、あの この青いジャージ2万円だったんだけど、で赤いジャージを着たいっていう思いがすごく強くて、なんかいつかね、新衣装で赤いジャージをね作りたいなって思ってて、作りたいな、めっちゃ作りたい。ほんと懐かしいよね、これ。みんな覚えてるかなね、これ首あってこう懐かしい、見てみて、ほら首折れ、こんな風になるんだよね。みんなよく心配してたよな、マルチ首首って言ってこれよりもっと首折れてたよねパキーンって言って、そう、あのお花摘みに行くと首折れたままついちゃう。うんうん、でこれ 6.3 のおさらいなんですけど、ちゃんと新しいねイラストも描いてまいりました。ちょっとごめん、あのちょっとあのアップロードするのを忘れてて、ちょっと待ってよ。あ、これこれ、え、前回まずね、こういう子たちと戦いまして、うん、ちょっとね、絵がなんかむずいむずかった、うん、6.4 のおさらいに、まずサフィルとルーベと戦いました、うん、サフィルとルーベ強すぎる問題みたいなめちゃくちゃ強かったの覚えてるんだけど、あの一応サフィル、あの青い子とね、ルーベちゃんと戦って、一番最後は2人が合体したんだけど、まあちょっとサフィルがルーベを助けるっていうか、なんかお前あちょっと離れてみたいな、なんかダメみたいな、でルーベがサフィルみたいな感じで前回終わるみたいな感じだったんですけど、やっぱちょっとね、あの私最近絵描いてなかったから、あの絵なんかあれなんか絵ってどうやって描くんだけどちょっと絵の描き方を忘れるっていうね、こんな感じで、まあちょっと多分ルーベがいるのかなって思うんだけど、私たちの陣営って言ったらいいのかな、にいるのかなと思っている。で、あと前回分かった、新しく分かったこと、あのおさらいのやつ聞きたいな、すごい結構いいよねあれ、まあ、ユーライザはレクタリスだったみたいな、うん、レクタリスはユーライザ、ユーライザはレクタリスみたいな、うん、これ、あ、え、これ急で書いた感ある？いやこれ結構夕方にゆっくり書いたんだけど夕方にゆっくり書いてみたんだけど、結構頑張ったんだけどなにこれ、なんでこんな走ってんの、めっちゃ走ってる、あ、避けながら行くの、こうあ、ちょっと待って、こういうの苦手、こういうの苦手、こう
タイタンっぽい、本当に。タイトルなんだろう、ザ・タイタンみたいな感じかな。ちょちょちょ、また避けんの、やめて。ああちょちょちょ、うわー怖ー、やばい、リアルすぎる。ちょ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 、何、はいはい、もうだるいです、親指がだるいです、連日8時間やってますからだるいです。これはなんだ、これはなんだ、あ、腕もげた、うわー熱い、クリスタルになってる、今だ、いけ、レッツランディング、いけいけ、頑張れクライブ、いけー、連打をやめてくれ、ナイス、見えたぞ、見えたって、何何だ、よーし、ピーゴレで最後にして、親指が、親指が、あ